図書の紹介です。維新政治の本質、こういう本が出てますので、これまあ割と面白いですね。著者はですね、富田浩二さんかな、富田浩二さんですね。出版社はあけび書房です。でネット上でもですね、この富田さんの維新論って割と有名になりました。維新を支持しているのはどういう層なのかと。で一般的にはね、若い人たちだろうなんて言われてるんだけど、そうじゃないって書いてあるんですよ。だから一度まあ皆さんも図書館かご購入されてご覧になるといいと思います。筆法があります。これ今日の日刊現代なんですけど、実はあの維新の松井とですね、自民党の茂木がですね喧嘩してるんですよ、プチ喧嘩で。この記事に書いてあるその一部がね、何書いてあるかというとですね、現在ではですね、 NHK 直近の世論調査による政党支持率は立憲が 5%、 維新は 3.5、 つまり 3.5 まで落ちてきたということなんで、いわゆるまあ、あの維新ブームというかですね、それはどうもですね、選挙へ向かって、剥げ落ちてきてるなこういうふうに思います。なので今日は清水さんに追い打ちをかけていただいてですね、もうその参議院選挙ではですね、維新の議席なかったよ、ゼロだった、そういうふうにしたいというふうに思っています。日本を破壊するですね、最悪の政治勢力、これが日本維新です。これでありがとうございます。それであとですね、ちょっとあの時間最初にいただきましてですね、この話をちょっとしたいんですよ。昨日ですね、こういうあの市民集会がありました。侮辱罪についてのですね、山下弁護士さんの講演です。で間もなくですね、 YouTube か Zoom のですね、録画としてネット上に載ってくると思いますので、まあ、載れば私のブログなんかにまた載せますけど、それで、昨日ですね、参加者が若干少なかったもんですから、レジュメをですね、ガバッと余った積んでもらってきました。であのそこを置いてありますので、それぞれ各自あのお持ちになっていただきたい。でぜひご覧になってください。でとりあえずですね、忙しい人はこの冊子の中にある一番最後にですね、表現の自由を、侵害する侮辱罪の法定刑引き上げに反対しますっていう、こういうですね、2枚、 A4 で2枚のですね、まあ、あの声明が出ています。とりあえずこれだけでは、これだけは読んでおいてください。これまさにその通りのことが書いてありますので、これだけはあの必ず明記しておきたいと思います。それで、恐縮なんですが、ちょっとこの黒板見ていただきましてね、ここに書いてあるあのこの516、521とかいうのはですね、この次のチョコゼミのですね、予定です。チラシが入っていますので、僕は特にご説明しませんけどね。7月9日、高橋洋子さんの被爆の戦後史入りましたけどね、はい。それで、まずですね、この侮辱罪の重罪化なんですけど、今現在ですね、侮辱罪とかいうのはですね、本当のいわゆる軽犯罪にもならないぐらいの軽い罪としてですね、刑法の中に謳われています。で具体的にはですね、その拘束1ヶ月またはですね、1万円未満の罰金とこうなっていて、そしてこの1ヶ月未満の拘束もですね、住所不定とか、あるいはあの呼び出しても来ないとか、そういうあの特殊な場合に拘束されるということなので、ほとんど微罪でですね、相手にされていない、まあ、なんていうんですかね、形だけ残っとるようなそういう罪、犯罪だったんですよ。ところがこれをですね、今回刑法改悪法はですね、まあ、いくつか刑法を変える中身いくつかあるんですけど、まあまあ、ほとんどがろくでもない中身なんですが、その中でですね、拘束を1年にする、それから罰金をですね、30万円以内にする、こういうふうにですね、ぐっと重くするんですよ。でこの重くすることによってですね、まず真っ先に起こることというのはですね、これです。実は今あるですね、その侮辱罪というのはですね、侮辱する人を助けた、幇助する罪とかですね、あるいはあいつをあの侮辱しろとか言ってですね、教えた、そそのかしたという教唆罪なんですけど、こういったものはですね、今現在は罪にならない。ところがこの刑罰を重くすることによってですね、これが一緒に罪だと、まあ、こういう話なんです。これがまず真っ先に出てきますね、はい。それでそもそもこの侮辱罪とかいうのが出てきたのはですね、皆さん覚えておられると思いますが、女子プロレスラーの木村花さんですね、あれがまあきっかけなんです。
それで木村花さんに向かっていろいろですねごじょごじょですねつまらぬ悪口を言ってですね、まあ、彼女を自殺してしまったわけですね。でああいうことをやめさせようというですね名目でこれが出てきたんですけど、しかしながらですね、結論だけ言いますと、侮辱罪の従来のスキームが全然変わらないで罰だけ強くしてるだけなんで、結局あの木村花さんのあの事件でもほとんどこういったことをやっても効果がない、こういう結論だけ言うとそうなんで、実は、昨日の研修会で話されたのはですね、あの木村花さんの事件で誰が言ったのかっていうのを突き詰めていって20人ぐらい見つかったんだそうです。だけどそのうちのたった3人しか侮辱罪でですね罰せられることがない、こんな状態。それを変えることなくただ罰を強くするという、それだけの法律なんですよね。だから役に立たないわけですよ基本的に。ああいうものを防ぐにはですね、こういう侮辱罪をその刑罰だけ重くしてもですね役に立たない、そういうことなんです。それで、一体じゃあ 何を狙ってんだということなんですが、私が赤字で書いてある最悪のですね言論弾圧法になる可能性が極めて高い、ここです。これね共謀罪どころの話じゃないんですよ。本当に危険ですこれ。でなぜ危険か、侮辱についての定義がない。要するにやられた方がお前侮辱しただろって、これで侮辱罪になるんです。わかります。でやられた方がですね、木村花さんのようなそういう方々っていうのはですね口実にされているだけで、狙ってるところはどこか、政治家、幹部の官僚、大企業、こういったところがですね自分たちのやってるろくでもないことを批判されるとですね、お前侮辱しただろう、こうです。そうすると警察がやってきてですね、おいこの侮辱した男、侮辱した女、ちょっと拘束するか、こうやられるんです。わかりますよね。侮辱に定義ないんですよ。やられた方がお前やったらって言ったら警察の判断で自由に逮捕する、自由に拘束しに来るんですよ。こういうね、こういう法律がですね今国会に上呈されてるんですよ。本当にひどい話っていうか恐ろしい話なんですよね。それでここを見てほしいんですけど、実はこの侮辱罪に似た罪でですね名誉毀損罪というのがあるんですよ。この名誉毀損罪というのはですね、実は公共の目的で真実に基づいて相手を厳しく批判したときは罪に問わない、そういう例外規定があるんです。ところが侮辱罪にはそういう例外規定はありません。それから今回も作ろうとしていません。つまり先ほど言ったように警察ないしは侮辱を受けたと感じた組織ないし人間がやったなお前ってやったらですね逮捕される可能性があるのだ、こういうことなんです。恐ろしい話です。でここです。で結局こういうものがまかり通ってくるとどうなるかというとですね、もう怖くて批判できない。自民党や維新の政治家が何をやっても批判をすると、厳しい言葉を使って批判をすると、厳しいものを讃えながら批判をするとお前侮辱したなと言ってですね警察がやってくるかもしれない。だから怖くて発言できないというですね強烈な萎縮効果が社会に向かって起こるわけですよ。そうするとどうなりますか。私はね これが狙われてるんじゃないかと思うんですよ。これが本当にひどい話ですね。で、ここまでぐらいのお話でもお分かりいただけると思いますが、つまりこれからの日本はこの侮辱罪なんてものがですね法律になっていくと、これからの日本はですね宗教中国のようになる、散々批判しているプーチンロシアのようになる、そういうことを意味しているわけで、こんな法律をですねよくまあその木村さんのねあの被害をですねこう逆らにしてっていうかですね口実にして出してくるもんだ。それで今ですね、まあ、今日来られているまあ清水さんのところの共産党の方もそうですが、立憲民主党の吉田さんが、対抗案も出してですね、国会で今論戦が始まっていますが、まあ、昨日の話ではですねお二人、まあ、共産党の人と吉田さんと来られてましたが、いくらいろいろ聞いてもですねまともに答えないんですよ。
答弁しない、答弁がまともになってない。で、YouTube にですね、米山さんで侮辱罪とか言って検索するといくつかのログが出てきますから、ご覧になってみてください。私にも間もなくブログに載せる予定です。ともかくですね、ちょろまかしながら法律を制定し、国民のですね、政権やろくでもない大企業、あるいは政党に対する批判的言論をですね、この法律で押さえつけようとしているのはですね、もう目に見えるようです。国会の答弁の仕方を見たらもうすぐわかります。そういうことは、そういうことですね。それで問題はですね、マスコミなんですよ。で、昨日もちょっと聞いたんですけれど、まあ、山下弁護士がおっしゃるには、マスコミはほとんど興味持ってないと。なんでって言ったんですけど、ちょっとよくわからないんですが、政党自由とかいうものがあると、マスコミの言論についてはですね、免罪されるっていう、どっかに規定があるようなことを言ってましたね。なので、マスコミがですね、この侮辱罪の危険性についてですね、ほとんど新聞、テレビで報道してませんよ。していない。私の記憶では東京新聞のこちら特報部に1回ちょっと載った、それがまあ唯一じゃないかなと思います。ということで、これ日本の役に立たないマスコミ、もうゴミなんですけど、このマスゴミはほとんどこれについて報道しないので、この危険性についてですね、ほとんど知られていない。これ危ないですね、ということなんです。で、この下の2つ、この下の2つは私の考えです。それで、国際的に見てもですね、この言論とか表現といったものを刑法、刑罰で なんかコントロールしようとかですね、そういうことはしちゃいけない。なぜかって言ったら、刑法というのはですね、この裏にですね、警察や検察権力があるんですよ。だから刑法でなんかそのこう、ね、ひどい言論をですね、抑える、こういうことはですね、基本的にやっちゃいけない。これ法律で決めてしまうと、警察の思うときにいつでも出ていけるんですよ、法律をバックにして。だから言論とか表現といったものは刑法では取り締まってはいけなくて、どうするかというと、民事マターで解決していくようにすると、こういうことなんです。で、民事マターで解決するというのはいろいろな方法があると思いますけど、まあ、一つは損害賠償。だから損害賠償の金額を上げていけば、その言論を抑えられるということになって、ともかくですね、国家権力とか警察や検察がこの言論表現の世界に入ってこないよ。これ非常に大事なところなの で、先ほど私がご紹介した声明文ですね、そこにも同じようなことが書いてあると思いますので、まあ、ご覧になってみていただければと思います。すいません、私からこんなところなので、まあ、十分に気をつけてやっていきましょう、こういうことでございます。すいません、あとですね、